あなたの戦闘力は1万ですか？私の戦闘力は、マイナス1万ですよ、ほっほっほ。弱いなんてレベルじゃねえな。キリ。おい、うぷ主よ。お前はいつまでもそんなに弱いままでいいのか。何を言っている霊夢よ。私は十分強いじゃないか。どこからその自信が湧いてくるんだよ。そんなうぷ主のために今回は修行をしてもらう。怠けてばかりいてはいかんぞ。ちょ、霊夢仙人も思いっきり怠けてんじゃないですか。わしは怠けておらん。瞑想をしておるんじゃ。いや、半分寝てんだろ。仙人、修行って具体的に何やるんですか？最強のライバルや最強の敵と戦い、強くなるのだ。完全に寝てただろ。強くなるには一番手っ取り早いからな。まずは戦いに備えるためにも、コリン島というところにいるコリン様に会ってくるのじゃ。何この偽物感半端ない名前。コリン島は簡単には登れんぞ。覚悟することだな。あれがコリン島か。あそこに登ってコリン様っていう人に会えばいいんだね。そうじゃ、コリン様は気難しい方だから言動には気をつけた方がええぞ。そういう仙人は登って会ったことあんのかよ。もちろん。おお、さすがは仙人。ない。はぁ？コリン様は気難しい方って噂を聞いただけじゃ。このインチキ仙人が。着いたよ。なに、モーブ空術を身につけていたとは。クリエイティブだからな。あ、どうもこんにちは。超下級戦士のミーです。ほほう、確かに超下級戦士の顔じゃな。この猫はっきり言う猫だな。わしの名はコリン。カリンではないぞ。コリンだ。わかったよ。ここに来たということはお主はあれが欲しいんじゃろ。ああ、そうじゃ。お主には聞いとらんわい。あれって何ですか？なに、お主は知らないでここまで来たのか。センスに決まっておろう。センス、なにそれ美味しいんですか？こいつマジで何しにここに来たんだよ。ではまずは順を追って説明しよう。お主はドラゴンボールという作品を知っておるか？ええ、そりゃあもちろん知ってますよ。こんなのとか、こんなのとか、こんなのとかが出てくるんですよね。なんで全部ブロリーなのかは置いといてそうじゃ。あ、こんなのも出てきますよね。そうじゃな。センズはそのドラゴンボールに出てくる食べ物で、一粒食べれば10日間飢えをしのげると言われるほど高い栄養価を持った食べ物なのじゃ。一瞬で骨とかも直しちゃうんだよね。これが、こうなるんですね。ならねえよ、人まで変わってんだろうが。ってことでお主は修行のためにセンズを持っていくがよい。ちょっとコリン様英語でわかんないんですけど。ああ、わしもわからんが、とにかくセンズをくれてやる。わかってねえのかよ。この猫がくれるって言っておるんじゃ。もらえるものは全部もらっておけ。おいこらそこの仙人ずうずうしいな。コリン様ありがとうございました。でも私、センズ無限に取り出せるんでした。ちょ、システム使うのはなしじゃー。戦ってヤバくなったら食えばいいぜ。あ、今回ご紹介しているのはドラゴンボールモッドです。このモッドはおなじみのドラゴンボールのキャラやアイテムを追加するモッドになっています。それじゃあコリン様ありがとうございました。ああ、気をつけて。あ、そうそう、種族をまだ選んでいなかったな。このステータス画面で自分の好きな種族を選ぶことができるのじゃ。俺はナメック星人だ。服を盗まれちまった。どういう経緯でだよ。でも体の柄でごまかしてるから服に見えるだろ。ごめん見えない。ちょっと腕生やすやつやってみて。あれ疲れるんだよな。それに裸だし。それは関係ねえだろ。これは半分サイヤ人。ちゃんと尻尾が生えてるぜ。おっこ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 。おっこ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 。ザーボンさん、ドドリアさん。おっこ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 。何が面白いんだよ。おかしいですねー。はい、次行きます。あんたたちフリーザ相手に容赦ないわね。種族はこの半分サイヤ人にしておこうかな。お、髪型も変えられるのか。ちなみに髪色や目の色やパーツも変えられるから好きに作るがよい。どうです、タクッチチャンネルではおなじみのベジータの、スーパーサイヤ人ブルーパン1バージョンです。こっちみんな服着てこい。なに？早くしろ。なに？逃げるんだ。どうだ、これでいいだろう。なんで裸エプロンみたいになってんのよ。間違えてナッパの着てきちまったぜ。なんで間違えんだよ。まあいい、さあ修行に行くぞ。あれ、この石は何？ああ、それはドラゴンボール。ドラゴンボール。ドラゴンボール壊しちゃったよ。まあ、大丈夫。アイテム欄に無限にあるし、夢がぶっ壊れるだろうが。このドラゴンボールでシェンロンは呼び出せないの。もちろん呼び出せるし、願いも叶えてくれるぞ。マジかよ、ちょっと呼び出してみようぜ。呼び出し方はドラゴンボールを H 型に並べて右クリックじゃ。ドラゴンボールっていうよりイクラに見えるね。いい心中しかねえからな。これで右クリックだ。さあこの中からどれか一つ願いを言え。自由に決められないの。そうだ、選択肢の中から一つを選ぶんだ。おい、なんだかこのシェンロン小さくねえか。願い叶えるのも選択式だし、偽物かもねえ。何を言う、本物だ。おかしいなぁ、こんなんだったっけ。こんなんだったわ。しょぼいけどこれが本物かぁ。しょぼいとか言うなよ。さあこの中からどれか一つ願いを言え。なんだよ、一種ってもっとかっこよく選ばせろよ。ちょっとセンスがあるんだけど。これはひどいわね。どれもいらないけど、せっかく呼び出したしダイヤにするか。しかもダイヤ3個しかくれねえのか。
やっぱりあのシェンロンは偽物だったね。ちなみにナメック星のドラゴンボールでポルンガを呼び出すこともできるよ。こっちの方が似てるな。願い事はシェンロンと同じだけどね。あれ、なんかお家があるよ。庭に誰か立ってねえか。ああ、あの後ろ姿は。おいカカロット。オス、ベジータ。ってあれ、ベジータの格好した人か。主要だ、くらえ、ベジータパンチ。おめえ何やってんだ。くっそー、攻撃が全く通らないぞ。もう一度ベジータスペシャルパンチだ。大丈夫か。ダメでした。おいおい、戦ってくれねえんじゃ主要になんねえぞ。おかしいなぁ、悟空なら目があったら速攻でボコボコに殴ってくれると思ったんだけど。何それ悟空さん怖すぎでしょ。そもそも悟空は庭で何してんだ。父が働け働けうるせえんだよ。でとりあえず庭に出てみたと。そういうことだ。俺仕事しなきゃなんねえからまたな。あ、そうそう、向こうにセルが突っ立ってたぞ。何やってんだよ倒しに行け。セルだったら主要の相手してくれっかもな。しょうがない、セルのところに行ってみようか。気ぃつけてな。あ、セルゲームの会場じゃない？すげえ、こんなのまであるのかよ。でもセルはどこにもいないね。悟空め、嘘ついたのか。とりあえずこの周りを探してみようぜ。あ、あの柱のところ。見つかって、しまったー。なんだこの不気味なイントネーションは。セル、勝負だ。将軍、めんどくさーい。そんなこと言わずに戦ってくれ、主要に付き合ってくれ。私、平和、主義者。誰か戦ってくれー、この動画このまま何もしないで終わっちゃうよー。シェンロンさん、叶えてほしい願いがあるんですけど。なんだ？あのですね、このままだと動画的にまずいんですよ。そりゃ動画は食えねえからな。うまいまずいの話じゃねえよ食いしん坊かお前は。ドラゴンボールって言ったらド派手なバトルじゃないですか。まあ、そうだな。それなのに今回一度もバトルシーンがないんですよ。そうか、それは物足りないな。ってことで、誰かと戦わせてください。よかろう、特別に叶えてやる。おお、ようやく仕事したわ。願いは叶えてやった。ではさらばだ。でかい怪獣を用意したぞ、さあ存分に戦え。ゴジラじゃねえか。これはある意味夢の対決よ。サイヤ人が勝つか、ゴジラが勝つか。さあこの戦い一体どっちの力が強いのか。逃げるんだ、勝てるわけがないよ。行くぞゴジラ。なに？あれ、ここは一体。あの世だろうな。サイヤ人もゴジラにはかなわなかったわね。シェンロンめ、もうちょっとちょうどいいやつを連れてきてくれたらよかったのに。とりあえずエンマ大王に会いに行ってみるか。あ、いたいた、暇そうにしてるよ。暇そうとは失礼な。なんだ、生き返らせてほしいのか。え、いいんですか。うん、いいよ。エンマ大王優しいな。ちょっとそのボタン押して。やったー、生き返ったぞー。うわー、お前服どうしたんだよ。なんだあの変態。あはははははは。最後までご視聴していただきありがとうございます。チャンネル登録はお済みですか？PC でご覧の方は上の登録ボタンを、スマートフォン、タブレットでご覧の方は右の画像に出ているように登録ボタンを押してください。この機会にぜひともよろしくお願いします。